唇のねじれた男。セントジョージ神学校の校長だった、故イライアス・ホイットニー神学博士の弟、アイザ・ホイットニーは、ひどいアヘン中毒にかかっていた。聞くところでは、彼がこの悪習に染まるようになった、そもそものきっかけは、学生時代の馬鹿げた気まぐれにあったという。アヘン常習者がどんな夢を見、どんな感覚になるかを描いた、ド・クインシーの作品を読んで、自分も同じ興奮を味わってみたくなり、タバコをアヘンチンキに浸して吸ってみたのだ。ところが、彼もまたご多分に漏れず、この習慣に染まるのはわけなかったが、やめるのは容易でなかった。それに気づいた時にはすでに遅く、もう何年もこの麻薬の虜となって、友人や親類から禁酒と同情を買っていたのである。正気のない黄色い顔をして、まぶたは垂れ下がり、瞳孔が針の先くらいに小さくなったあの姿。かつては気高かった男が椅子にうずくまっている惨めな姿が、今でも思い出される。ある晩、1889年6月のことだが、そろそろあくびが出始め、時計に目が行く時刻に玄関の呼び鈴が鳴った。私は椅子の中で体を起こし、妻は縫い物を膝の上に置いて、ちょっとがっかりしたような顔をした。患者さんだわ。またお出かけね。私はようやく一日の仕事を終えて一息ついたところだったので、思わずうめき声を出した。ドアの開く音がして、二言三言早口に話す声が聞こえたかと思うと、リノリウムの床を急ぎ足でやってくる足音がした。やがて部屋のドアが開き、黒っぽい服を着て黒いベールをかぶった婦人が入ってきた。こんな遅くに伺って申し訳ありません。と言いかけた途端、突然自制心を失ったのか、妻のところへ駆け寄って、その首に両腕をかけ、肩に顔をうずめてすり泣き始めた。ああ、私すごく困っているの。どうかお助けください。あら、妻は夫人のベールをめくり上げて言った。ケイト・ホイットニーさんじゃないの。びっくりしたわ。入ってきたときは全く気づかなかった。私どうしたらいいかわからなくて、それでまっすぐあなたのところへ飛んできたの。これはいつものことだった。悩み事のある人たちは、まるで灯台に集まる鳥のように、妻のところへやってくるのである。よく来てくださったわ。さあ、ワインを水で割ってあげるから、気を楽にして、何もかも話してくださいな。なんだったら、ジェイムズには先に寝てもらって、私たちだけでお話ししましょうか。いえ、いいの。むしろ先生にもご相談して、助けていただきたいの。実は、アイザのことなんだけれど、もう二日も家に帰っていないの。私、心配で心配で。ホイットニー夫人が、夫のことで私たちに悩みを打ち明けに来たのは、これが初めてではなかった。私は医者として、妻は学校時代からの古い友人として相談相手になってきたのである。その度に私たちは精一杯彼女を慰め、元気づけてきた。彼女は夫の居場所を知っているのだろうか。私たちの手で連れ戻してあげることはできるのだろうか。どうやらできそうだった。最近アイザは、発作が起こると、シティ地区の東の外れにある、アヘン窟へ出かけていく。その確かな情報を夫人は掴んでいた。ただ、これまではアヘン窟に行くと言っても、一日だけのことで、夜になると必ず、体をピクピクと痙攣させながら、ぐったりして帰ってくるのだという。ところが、今回は、丸二日間ずっとアヘンの虜になっているらしく、
今頃はきっと、波止場の常連たちに混じって毒煙を吸い続けているか、アヘンの効果が冷めるまで眠り込んでしまっているかのどちらかだろう。夫は、アッパースワンダムレインにある金の棒という家へ行けば必ず見つかる。それが分かっていても、彼女に何ができよう。内気な若い女が、たった一人でそんなところへ入り込んで、ごろつきの中から夫を連れ戻すことなどできるわけがない。そういう次第なので、取るべき道は一つしかなかった。私が夫人に付き添って、その家に行ってやることだ。だが考えてみると、そもそも彼女が行く必要があるだろうか。私は、アイダホイットニーの主治医だから、私の言うことなら彼も聞いてくれるはずだ。それに、私一人の方が何かと都合がいいかもしれない。そこで私は、彼がその家にさえすれば、2時間以内に馬車で送り届けるからと、夫人に約束した。そして10分後には、肘掛け椅子と心地よい今を後に、奇妙な使命を帯びて、辻馬車を一路東へと飛ばしていた。それがいかに奇妙なものであったかは、後になってみて初めてよく分かったのであるが。最初のうちは、取り立てて困るような目には合わなかった。アッパースワンダムレインというのは、ロンドン橋の東のテムズ川北岸に並んだ高い鳩場の裏手にある汚らしい路地のことである。安物の服屋と陣酒場の間に急な下りの石段があって、ホラー穴の口のようにぽっかりと開いた暗い入り口に通じている。そこが目指すアヘン窟なのだ。私は辻馬車を待たせておいて、酔っ払い連中にしょっちゅう踏まれているうちに、中ほどがへこんでしまった石段を降りていった。戸口に吊るされたオイルランプのチラチラする光で掛け金を探り当て、それを外して中へ入っていくと、そこは天井の低い細長い部屋だった。移民船の下級船室のように、木製の寝台がだんだんに備え付けられ、アヘンの茶色い煙がもうもうと立ち込めている。薄暗がりを通しておかしな姿勢で横たわっている人たちの姿がぼんやりと見えてきた。背中を丸めた者、膝を曲げている者、頭を反らせて顎を天井に向けている者、様々な。そしてどんよりとした暗い目があちこちからこの寝台の客に向けられた。黒い人影の見えるところには、小さな赤い火が丸く灯っていた。金属製の火皿の中で燃えるアヘンの勢いにつれて、その火は明るくなったり暗くなったりしている。ほとんどは黙って横たわっていたが、中にはブツブツと独り言を言っている者もいるし、正気のない低い声でボソボソと話し合っている連中もいた。話し合うと言っても、いきなり喋り出したかと思うと、急に黙り込むという調子だ。勝手に思いつくままを口にしているだけで、隣のことなどお構いなしなのだった。部屋のずっと奥の方に、炭の燃えている小さな火鉢があって、そばの木製の三脚椅子に、背の高い安田老人が腰を下ろしていた。両肘を膝につき、両手の拳に顎を乗せて、じっと炭火を見つめている。私が入っていくと、顔の黄色いマレー人給仕が、パイプと一回分のアヘンを持って駆け寄ってきて、空いている寝台へ案内しようとした。ありがとう。だが、私はアヘンを吸いに来たんじゃないんだ。ここに、アイザ・ホイットニーという友人がいるはずなんだが、その人に話があるんだよ。すると、私の右手で人の動く気配がして、あっという声が上がった。薄暗がりを透かしてみると、髪を乱して、青白いやつれた顔をしたホイットニーが、私を見つめていた。おや、ワトスン君じゃないか。彼は麻薬から覚めた後の反動で、体中の神経が震え、
惨めな状態にあった。ねえ、ワトスン君、今は何時だい？11時近くだよ。何日の？6月19日の金曜日。まさか、水曜日だと思ったがな。いや、確かに水曜日のはずだ。人を脅かすなんてひどいじゃないか。ホイットニーは両腕に顔をうずめ、甲高い声ですり泣き始めた。君、今日は本当に金曜日なんだよ。奥さんはこの二日間、ずっと君の帰りを待っているんだ。少しは自分を恥じたらどうかね。そりゃ、恥じてはいるさ。でも、君も勘違いしているんだ。だって、ここへ来てから、まだ2、3時間しか経ってないんだから。3服か4服したかな。いや、何服したか忘れちまった。とにかく君と一緒に帰るよ。ケイトに心配させたくはないから。かわいそうなケイト。ちょっと手を貸してくれないか。で、馬車はあるの？表に待たせてある。じゃあ、それで帰ろう。でもその前に勘定をしなくちゃ。ワトスン君、いくらなのか聞いてくれないか。どうも調子が悪くて、自分じゃ何もできそうにない。私は頭がクラクラするような毒の煙を吸い込まないように息を詰めながら、両側に寝転がっている連中の間の狭い通路を歩いて支配人を探した。奥の方へ進んで、火鉢のそばにいる例の背の高い老人の脇を通り過ぎたとき、不意に服の裾を引っ張られたように感じた。そして、通り過ぎてから振り返ってみたまえ。という囁き声を聞いたような気がした。いや、確かにはっきりと聞こえたのだ。足元に目をやると、その老人の口から出たとしか考えられなかった。ところが、痩せこけてシワだらけの、腰の曲がったその老人は、相変わらず麻薬でうっとりした顔をしている。アヘンのパイプは、力の抜けた指の間から滑り落ちたかのように、両膝の間にだらりとぶら下がっていた。私はそのまま2歩進んでから振り返ってみた。その途端、あっと叫びそうになったが、必死の思いでこらえることができた。老人は私にだけ顔が見えるように体をねじ向けていたのだが、その顔からはシワが消え失せ、トロンとした目も生き生きと輝いていて、全身に生気がみなぎっている感じだった。炭火に当たりながら私が驚くのを見てニヤニヤ笑っていたのは、他ならぬシャーロック・ホームズだったのだ。彼はちょっとした仕草でそばに寄るようにと合図した。そして他の連中の方へ顔を向け直すと、たちまち元の、口元に締まりのない、よぼよぼの老人に戻っていた。ホームズ。私は小声で話しかけた。こんなところで一体何をしているんだ。できるだけ抑えた声で話してくれ。僕は耳がいいからね。ところで、あのふらふらしている君の友人だが、彼を一人で返すことができるとありがたいんだがね。君とちょっと話がしたいんだ。表に馬車を待たせてあるよ。じゃあ、それに乗せて送り返したまえ。何、彼一人で大丈夫さ。ふらふらになっているから、帰って面倒を起こすことはあるまい。ついでに、君の奥さんへも、僕と一緒になったという手紙を書いて、旅社に持たせた方がいいだろう。外で待っていてくれないか。5分もしたら出ていくから。何事によらず、ホームズの頼み事を断るのは極めて難しい。そのきっぱりとした口調には、
いつの間にか従わせるような力が備わっているからだ。とはいえ、ホイットニーを馬車に乗せてしまえば、自分の務めを果たしても同然ではないかと思うと、命令されるのではなく、自分でそうしたいと思い始めていた。彼を送り出してしまえば、あとはホームズと一緒に、また世にも奇妙な冒険。ホームズにとってはごく当たり前の冒険を経験できるからだ。私は素早く妻宛ての手紙を書いた。そしてホイットニーの支払いを済ませ、彼を連れ出して馬車に乗せると、馬車が暗闇の中へ走り去るのを見届けた。まもなくアヘン窟から例のヨボヨボの老人が姿を現し、私と並んで通りを歩いていった。彼はしばらく腰を曲げたまま、よろよろとおぼつかない足取りで歩いていたが、二つ目の角まで来ると、素早くあたりを見回し、背筋をシャンと伸ばして、いきなり愉快そうに笑い出した。ねえ、ワトソン。僕にはコカイン注射や、その他いろいろと悪い癖があって、医者の君に意見されてきたものだが、今度はまたアヘンまで吸い始めたのかと思ったんじゃないかい？あんなところで出くわしたらびっくりもするさ。こっちこそびっくりしたよ。僕は友人を探しに行ったんだ。僕は敵を探しにね。敵だって？そう、僕にとっての宿敵の一人。いや、宿命の餌食と言った方がいいかな。手短に言えば、僕は今とても珍しい事件を手掛けているんだ。それで以前やったように、ああいうアヘン中毒者たちのわけのわからないたわごとの中から、手がかりが得られればと思って潜り込んでいたのさ。あそこでもし正体がバレたら、僕の命は一時間と持たなかったろう。というのは、前にもあそこを利用したことがあるんだが、あの店をやっている元スイフのインド人にバレてね。あいつ、今度見つけたら仕返しをしてやると怒り狂ってた。あの建物の裏には落とし戸があって、それがポール・ハトバのそばなんだ。その落とし戸に口が利けたら、隙のない晩に今までどんなものが自分を通り抜けていったか、奇怪な話を聞かせてくれるだろうよ。なんだって？まさか死体のことじゃあるまいね。そうさ、死体のことだよ。あのアヘン窟で人一人殺されるたびに1000ポンドもらえるとしたら大金持ちになれるだろう。あそこはこの川岸界隈でも一番ひどい人殺しの巣窟さ。だからネビル・セントクレアもあそこに入ったっきり生きて出られなくなってしまったんじゃないかと心配しているんだ。さて、この辺で馬車が待っているはずなんだが、ホームズは両手の人差し指を口に加えて、ヒューッと鋭く口笛を吹いた。すると遠くから同じような口笛が返ってきて、まもなく馬の蹄の音とガラガラという車輪の音が響いてきた。ムサワドスン、暗闇の中から背の高いドッグカートが両脇の側頭から金色の光を二筋放ちながら現れたのを見て、ホームズが言った。一緒に来てくれるね？僕でお役に立つのなら。何？信頼のおける友はいつでも役に立つものさ。しかも事件の記録係ならなおさらだ。杉屋敷で僕が使わせてもらっている部屋には、ベッドが二つあるしね。杉屋敷？そう、セントクレア氏の家がそう呼ばれているんだ。この事件の調査中、僕はそこへ泊まり込んでいる。場所はどこなんだい？ケント州のリーの近くさ。ここから7マイルある。それにしても、どんな事件なのか、僕にはまるでわからんな。それはそうだろうさ。でもすぐにわかるよ。さあ、乗りだめ。もういいよ、ジョン。さあにやった、ハンクラウンだ。明日の11時頃、また来てくれ。尋ねを話して。ご苦労さん。ホームズが馬にピシャリと鞭を当てると、馬車は果てしなく続く
暗い通りを一目散に走り出した。道は次第に広くなり、やがて欄干のある大きな橋を渡った。下を見ると黒ずんだ川の水がゆったりと流れている。川の向こうにはモルタルとレンガの家が立ち並び、あたりは死んだように静まり返っていた。聞こえるものといえば、パトロール警官の規則的な重い足音か、遅くまで飲んでいた酔っ払いたちの歌や、あめき声くらいのものだった。空には黒ずんだちぎれ雲が一つゆっくりと流れていて、あちこちの雲の切れ目から2、3の星がかすかにきらめいていた。ホームズは考えにふけっているらしく、頭を垂れたまま黙って馬車を走らせている。私は彼と並んで座りながら、こんなにもホームズを悩ませるような事件とはどういうものなのか知りたくてたまらなかったが、考え事の邪魔をしてはいけないと思い、我慢していた。何マイルか走って、郊外の別荘地帯の外れに差し掛かったとき、不意にホームズの体が動いたかと思うと、肩をそびやかしてパイプに火をつけた。自分の取っている行動が最善であるのを確かめて、安心したという感じだ。君は沈黙という素晴らしい才能を持っているね、ワトソン。だからこそ君は相棒として申し分のない存在なんだ。話し相手がいるというのは僕にとって実にありがたいことだ。何しろ僕が考えるのはあまり愉快なことじゃないからね。今も今夜あの夫人が玄関で出迎えてくれたらどういう言葉をかけようかとあれこれ考えていたんだ。待ってくれよ。僕はまだ何も知らないんだぜ。Bに着くまで、事件のあらましを話すくらいの時間はあるだろう。一見バカバカしいほど単純なんだが、それでいて、どこから取り掛かったらいいのかわからないときている。もちろん手がかりはいくつもあるんだが、その最初の糸口がつかめないんだ。じゃあ、これから、事件の経緯を手短にわかりやすく話そう。僕には思いもよらなかったようなことが、君の頭の中でひらめくかもしれない。ああ、話してくれたまえ。10年前、正確には1884年の5月だが、ネビル・セントクレアと名乗る紳士が、リーの町にやってきた。金には不自由していないらしく、大きな邸宅を買い入れて、庭もきれいに手入れして、豪勢な暮らしをし始めた。次第に近所の人たちとも付き合うようになり、1887年には、地元の醸造家の娘と結婚して、今では二人の子供がいる。これといって定職はなかったが、いくつかの会社に関係していて、毎朝ロンドンへ出かけ、夕方にはいつもキャノン街駅発5時14分の列車で帰ってきていた。年は今年で37、節制家で良き夫であるとともに、愛情深い父親でもあり、知り合いの誰からも好かれていた。さらに付け加えるなら、セントクレア氏の負債は、分かった限りで88ポンド10シリン。だが一方で、キャピタル&カウンティーズ銀行に、220ポンドの預金があるから、金銭問題で頭を悩ましていたとは考えられない。この間の月曜日、セントクレア氏はいつもより少し早めに家を出た。出かけに、今日は大事な用事が2つあると話し、小さな息子の三宅に積み木を1箱買って帰ると言ってロンドンへ向かった。ところが全く偶然なことに、同じ月曜日、彼が出かけてから間もなく、妻は1通の電報を受け取った。夫人が心待ちにしていた貴重な小包がアバディーン汽船会社の事務所に届いているから、取りに来てほしいという伝聞だ。船会社の事務所はブレスノ街にある。ロンドンの地理に詳しければすぐわかることだが、フレスノ街といえば、さっき君と出会った、あのアッパースワンダムレインから分かれている通りさ。セントクレア夫人は昼食を済ませると、シティへ出かけ、買い物をしてから船会社へ行って小包を受け取った。そして駅へ戻ろうとして、スワンダムレインを通りかかった。ちょうど4時35分のことだ。ここまではいいかい？よくわかったよ。
さて、覚えていると思うが、月曜日はひどく暑い日だった。セントクレア夫人は、ああいう場所が気に入らなかったので、辻場所でも見つかればと、あたりを見回しながら、ゆっくりと歩いていた。すると突然、叫び声とも悲鳴ともつかぬ声が聞こえたので、夫人は思わず、その方向に目をやったが、驚きのあまり一瞬凍りついた。目の前の建物の3階から、夫が見下ろしていたからだ。しかも彼女に向かって手招きをしているように見えた。窓が開いていたので、夫の顔がはっきり見えたが、ひどく興奮している様子だったという。セントクレア氏は狂ったように彼女の方へ手を振っていたが、突然ふっと奥に姿を消してしまった。あまりに突然だったので、背後からぐいっと引っ張られたようにしか見えなかった。ただ、女性らしい鋭さで気づいたんだが、一つだけ奇妙なことがあった。夫は出かけた時と同じ黒っぽい上着を着ていたものの、どういうわけかカラーもネクタイもつけていなかったというのだ。夫の身に何か間違いが起こったに違いないと思った夫人は、慌てて石段を駆け下りた。実はその建物というのが、さっき君と出会ったあの廃墟なんだ。彼女は、例の表の部屋を走り抜けて、2階へ通じる奥の階段を駆け上がろうとした。ところがそこにいたのが、さっき話したゴロツキインド人だ。あいつは、夫人を押し戻し、手下のデンマーク人と二人がかりで、表の通りへ突き出してしまったんだ。夫人は疑惑と心配で気も狂わんばかりになって、あの通りを駆けていった。すると、実に運のいいことに、フレスノ街で、警部に引き入られて、巡回中の警官たちに出くわした。警部は、二人の警官を連れて、夫人と一緒にアヘン窟へ急行し、アヘン窟の主がしつこく抵抗するのを振り切って、セントクレア氏の姿が見えた部屋へ駆け上がった。ところが、部屋には彼の姿の影も形もない。三階中をくまなく探したが、そこを住処にしているらしい、見るからに気味の悪い顔をした、足の悪い小敷が一人いるだけなんだ。その小敷も、元水夫のインド人も口を揃えて、その日の午後、3階の通りに面した部屋には誰もいなかったと言い張った。二人があまりにもきっぱりと否定するものだから、さすがの警部もたじたじとなり、これはセントクレア夫人の見間違いだったのではないかと思い始めた。ところがその時、夫人があっと叫んで、テーブルに置いてあった松材の小箱に飛びついた。蓋を取ってみると、中からおもちゃの積み木がどっとこぼれ出した。セントクレア氏が出かけに行っていた息子への土産の品だったのだ。この発見があった時、小敷が明らかにうろたえた様子を見せたので、警部はただならぬ事態であることを悟った。そこで改めて一つ一つの部屋を念入りに調べてみると、忌まわしい犯罪が行われたことを示す証拠が続々と発見された。表通りに面した部屋は、今になっていて、粗末な家具がしつらえてあり、奥の小さな寝室に続いていた。寝室の窓からは、近くの鳩場の裏側を見下ろすことができる。鳩場と寝室の窓の間には、細長い空き地があって、干潮時には地面が見えるが、満潮の時は少なくとも4フィート半の高さまで水に浸かってしまうという。寝室の窓はかなり大きくて、下から押して開ける形式のものだ。調べてみると、窓敷居に血痕がついていて、床板の上にも点々と血の染みがついていた。それから、表通りに面した部屋のカーテンの後ろに、セントクレア氏の衣類が一揃い押し込んであったが、上着だけが見つからなかった。靴も靴下も、帽子から時計に至るまで、すべてそこにあったんだ。だが、衣類には暴行を加えられたことを示す形跡はなかったし、セントクレア氏がその部屋にいたことを示す証拠も、この衣類の他には何一つなかった。彼はこの寝室の窓から出て行ったとしか思えなかった。他に出口は見つからなかったからな。事件が起こった時はちょうど満潮時に当たっていたが、窓敷居に血がついていたことから、泳いでも助かったかどうかは、悲観的にならざるを得ない。さて次は、事件に直接関係があると思われる悪党どもについてだ。まず例の元水夫のインド人。こいつは悪名高いならず者だが、
セントクレア夫人の話では、窓に夫の顔が見えてから数秒と経たぬうちに階段の下にいたというのだから、この一件ではほんの早くだったとしか考えられない。この男はいくら問い詰めてみても、知らぬ存ぜぬの一点張りで、下宿人である古事記のヒューブーンの行動についても、自分は何一つ知らないと言い張るんだ。姿を消した紳士の衣類がなぜあの部屋にあったのかについても、自分にはさっぱりわからないというばかりだった。インド人の主についてはこれぐらいにして、次はアヘン窟の3階に住み着いている足の悪い古事記の話に移ろう。この男がセントクレア氏の姿を最後に見かけた人物と見て間違いない。なおヒューブーンと言って、その見るからに醜悪な顔はシティ界隈では馴染みのものだ。物乞いで生活しているんだが、警察の取り締まりを逃れるために、わずかばかりのローマッチを売るふりをしている。君も知っているかもしれないが、スレッドニードル街を少し行くと、左手の壁にちょっと引っ込んだ部分がある。あそこに毎日陣取っているんだが、あぐらをかいて膝の上にわずかばかりのマッチを並べている姿が、いかにもアーレっぽいので、膝の前に置かれた油じみた革帽子の中に、道行く人の施しが小雨のごとく降り注ぐというわけだ。実は前に何度か、この男の様子をじっと観察したことがあるんだが、ほんのちょっとの間にかなりの額を稼ぐんでびっくりしたよ。まさかこんな形で知り合うとは思ってもみなかったがね。何しろあの風貌だから通りすがりの人は思わず注目してしまう。赤ちゃけたボサボサ髪に、不気味な傷跡が残る青白い顔。その傷跡が引きつって端がめくれ上がった上唇。ブルドッグのような顎。髪の毛の色と奇妙に対照的な黒みを帯びた、やけに鋭い目。すべてが普通の古事記とは違っている。しかも頭の回転が速くて、通行人がからかったりするたびに、素早く気の利いたセリフを投げ返すんだ。そんな男があのアヘン窟に寝泊まりしていて、僕らが行方を追う紳士の姿を最後に見かけたというわけだ。でも、足の悪い古事記だろ？男盛りの人間を相手にして一人で何ができる？いや、まるで歩けないわけじゃない。見たところ、ただ足が少し不自由なだけで、力もありそうだし、体つきもがっしりしているんだ。それにワトソン、君も医者としての経験から知っていると思うが、体の一部に障害があると、それを補うために、別の部分が異常に発達するというのはよくあることだ。そんなことより話を続けてくれたまえ。セントクレア夫人が窓仕切りの血を見て気絶してしまったので、警察は馬車で家まで送り届けた。彼女がいなくても捜査には一向に差し支えないからね。この事件を担当したバートン警部は徹底的な家宅捜索を行ったが、手がかりになりそうなものは何一つ発見できなかった。大体古事記の分を即座に逮捕しなかったのが警察の失敗だったんだ。わずか数分とはいえ、放っておいた間に仲間のインド人と口裏を合わせたかもしれないし、その後ブーンが逮捕され、失敗は繕われたわけだが、身体検査をしても犯行を裏付けるものは何一つ見つからなかった。シャツの右の袖口に血のシミがついていたものの、ブーンは薬指の爪の近くにある切り傷を見せて、そこから出血したのだと言った。さらに、窓敷居についていた血痕についても、警察が来るちょっと前に窓のところに行ったから、その時に薬指の血がついたに違いないと説明した。ネビル・セントクレアなどという人物は全く知らないし、なぜ自分の部屋にそんな人の服があったのか、警察同様自分にもさっぱりわからないと言い切った。窓のところに夫の顔を見たというセントクレア夫人の主張についても、頭がどうかしたのか、夢でも見ていたに違いないというんだ。結局彼は大声で無実を叫びながら、警察へ連行されていった。警部は官庁になったら、何か新しい手がかりが見つかるかもしれないと期待して現場に残った。果たして見つかりはしたが、
そこの泥から出てきたものは、警部たちが予想していたようなものではなかった。セントクレア氏の死体などではなくて、その上着だったんだ。しかもそのポケットに何が入っていたと思う？見当がつかないな。まあ、そうだろう。その上着のポケットというポケットに、1ペニー銅貨と半ペニー銅貨がぎっしり詰め込まれてあったのさ。数えてみると、1ペニーが421枚、半ペニーが270枚もあった。これじゃあ上着が潮に流されなかったのも当たり前だ。でも、死体となると話は別だろう。波止場とアヘン窟との間には、引き潮の時、凄まじい勢いで水が流れるからね。重くなった上着だけが残って、裸の死体は川へ流されてしまったということは十分あり得る。でも、他の衣類はそっくり部屋の中にあったはずだ。死体には上着だけ着せてあったとでも言うのかい？いや、そうじゃないが、一応、もっともらしい説明をすることはできるよ。もし仮に、このブーンという男が、セントクレア氏を窓から突き落としたのだとしてみよう。その犯行を目撃した者は誰もいない。ブーンはそれから何をするだろう。もちろん、とっさに思いつくのは、犯罪の証拠となる衣類を始末することだ。そこで上着を掴んで窓から投げ捨てようとするが、そのままでは沈まずに流されてしまうと気づく。だが、ぐずぐずしている暇はない。夫人が階段を登ろうとして押しとどめられた騒ぎが、先ほど下から聞こえてきたからだ。警官たちが通りをこちらへ向かっていることも、すでに仲間のインド人から知らされてきたかもしれない。もう一刻の猶予もならないと思った部分は、こじきをして溜め込んだ金を隠してある場所へ飛んでいき、銅貨を手当たり次第に掴んで、上着のポケットに詰め込み、間違いなく沈むようにして、窓から投げ捨てた。他の衣類も同じように始末しようとするが、階段をどかどかと駆け上がってくる足音が聞こえたので、窓を閉めるだけで精一杯だった。そこへ警察が踏み込んだというわけだ。なるほど。もっともらしい説明だ。じゃあ、今のところは他にいい説明が思いつかないので、とりあえずこの仮説に基づいて推理を進めよう。さっきも言った通り、軍は警察へ連れて行かれたわけだが、これといって彼に不利になるような経歴は浮かんでこなかった。長年乞食をやっていることは確かだが、悪いこともせず、地味な生活を送ってきたらしい。これまでのところ分かっているのはそのくらいだ。今後解決しなければならない問題はたくさんある。セントクレアはアヘン窟で一体何をしていたのか、あそこで彼の身に何があったのか、今彼はどこにいるのか、ヒュー・ブーンは彼の失踪とどういう関係があるのか。だが、このいずれもまだ解決の糸口すらつかめていない。正直なところ、一見これほど単純そうで、そのくせこれほど厄介な事件にはお目にかかったことがないよう。ホームズが一連の奇怪な出来事を語っている間にも、馬車はロンドン郊外をひたすら走り続けていた。やがてちらほら見えていた人家も全く途絶えてしまい、馬車は生垣に挟まれた田舎道をガラガラと走っていったが、ホームズが語り終えた頃には、ちょうどまた二つの小さな村の間を走っていて、窓から漏れる明かりがところどころに見えていた。リーの町の外れまで来たよ。とホームズが言った。ちょっと馬車を走らせているうちに、イングランドの三つの州を通り過ぎたわけだ。ミドルセックス州を出発して、サリー州の一角をかすめ、ケント州にたどり着いたんだからね。小立ちの間に明かりが見えるだろう。あれが杉屋敷さ。あのランプのそばでは、夫の身を案じる一人の女性が待っているはずだ。きっともうこの馬車の蹄の音を聞きつけているに違いない。それにしても、どうして今回はベーカー街で仕事をしないんだい？こっちにいないと調べられないことがたくさんあるからさ。セントクレア夫人はとても親切な人で、部屋を二つも提供してくれてる。君が僕の友人で相棒だと知れば、喜んで歓迎してくれるはずだから、
安心していたまえ。でもね、僕の方は辛いところだ。テント暮らしの消息がまるでつかめていないのに、奥さんに顔を合わせなくちゃならないんだからな。さあ、着いたぞ。どう。馬車が庭に囲まれた大きな邸宅の前に止まると、馬や番が駆け出してきて、馬の鼻を押さえた。私は馬車から飛び降り、ホームズの後について、曲がりくねった細い砂利道を、玄関の方へ歩いて行ったが、玄関に近づくと、ドアがさっと開いた。中から光を背に現れたのは、小柄で金髪の婦人だ。襟と袖口にふわふわしたピンクの縁飾りをつけた、軽そうな絹モスリンの服を着ている。光を背にして立っているので、体の輪郭がくっきりと浮かび上がっていた。片手をドアにかけ、もう一方の手を待ちかねたと言わんばかりに、ちょっと上げ、やや前かがみになって首を突き出し、目を輝かせて口を開き気味にしている。いかにも物取りたげな様子だった。それで？彼女は咳き込むように言った。いかがでした？それから、こちらが一人でないのを見ると、嬉しそうな声を上げたが、ホームズが首を横に振って肩をすくめてみせると、その声はたちまち失望のうめき声に変わった。良い知らせはございませんの？ありません。悪い知らせは？それもありません。それだけでもありがたいことですが。とにかくお入りになって、こんなに遅くまで働いてくださって、さぞお疲れでしょう。こちらは僕の友人のワドソン博士です。これまでもたびたび仕事の上で力になってくれています。今日運よく出会ったものですから、今回の仕事に協力してもらおうと、ここまで引っ張ってきました。ようこそおいでくださいました。夫人は私の手を温かく握りしめた。行き届かないところもあるかと思いますが、お許しください。何分にも突然こんな災難に見舞われたものですから。いや、奥さん。私は軍隊経験がありますから、どうかお構いなく。そうでなくとも、そんな風におっしゃられては恐縮するばかりです。私としては、少しでも奥さんやここにいる友人の役に立てれば、これ以上嬉しいことはないのですから。私たちは、テーブルの上に霊肉などの夜食が並べてある明るい食堂へ案内された。では、ホームズさん、ミさん、率直にお伺いしたいことがあるのですが、率直なお答えをいただけますでしょうか。もちろんです、もう奥さん。私に気を使う必要はありません。私はヒステリーを起こすたちではありませんし、気絶する心配もありませんから。私としてはただ、あなたの正直な意見をお聞きしたいだけなのです。どんな点についてですか？あなたは心の底からネビルがまだ生きているとお思いでしょうか？一瞬、ホームズは困ったような顔をした。どうか率直におっしゃって。夫人は暖炉の前の敷物の上に立ったまま、遠い椅子に持たれているホームズをじっと見下ろしていた。では率直に申しましょう。そうは思いません。すでに死んでいるとお考えなのですね。そうです。殺されたと。そうは言っていませんが、ありえないことではないでしょう。死んだとしたら、いつでしょうか。月曜日ですね。では、ホームズさん、そうだとすると、今日主人からこんな手紙が来たのをどう考えればよろしいのでしょうか。ホームズは電気にでも打たれたかのように椅子から飛び上がった。
手紙ですって？ええ、今日のことなのです。夫人は小さな紙切れを高く掲げてにっこりした。拝見してもいいですか？どうぞ。ホームズはその手紙をひったくるようにして、夫人の手から取ると、テーブルの上でシワを伸ばし、ランプを引き寄せて熱心に調べ出した。私も椅子から立ち上がって、彼の肩越しに覗き込んだ。封筒はかなり粗末なもので、ブレイブズエンド曲の消し印があった。日付は今日。いや、もう真夜中はとっくに過ぎているから、昨日と言った方がいいだろう。その日付がついていた。ひどい字だなぁ。ホームズはつぶやいた。奥さん、これはご主人の筆跡ではありませんね。ええ。でも、中の字は主人のものです。この封筒の宛名を書いたのは誰だかわからないが、途中で住所を人に聞いていますね。どうしてそんなことがお分かりになりますの？ほら、奥さんの名前は真っ黒な字で書かれていますが、それはインクが自然に乾いたからです。ところが住所の部分は灰色がかっていますね。これは吸い取り紙を使った証拠です。もし一気に書いた上で吸い取り紙を使ったのなら、名前のところだけ真っ黒になったりはしないでしょう。これを書いた男は、まず名前を書き、しばらく時間を置いてから住所を書いたのです。ということは、住所を知らなかったとしか考えられません。もちろんこれは些細なことですが、些細なことほど重要なものはないのです。では中身を拝見することにしましょう。おや、この手紙には何か同封されていましたね。はい。指輪が入っていました。主人の認め印付き指輪です。それで、これがご主人の筆跡であることは確かなのですね。主人の筆跡の一つですわ。一つ？急いで書いた時の字ということです。普段の字とは随分違いますが、私にははっきりわかりますの。愛する妻へ、心配しないでほしい。いずれ万事うまくいくから。大きな手違いがあったので、処理にしばらく時間がかかるだろう。辛抱強く待ってほしい。ネビル。八つ折り版の本の見返しの白い紙をちぎって、鉛筆で書いてある。透かしは入っていない。おう、今日はブレイブズエンドで親指の汚れた男が投函したと見える。封をした者は紙タバコをやりながら封筒の折り返しを舐めたらしい。奥さん、これはご主人の筆跡に間違いないんですね。ええ、確かにネビルが書いたものです。そして今日グレイブズエンドで投函されたわけか。なるほど、奥さん、見通しが明るくなってきましたよ。もっとも、まだ危険が去ったとは言えませんが。でも、ホームズさん、主人が生きていることは確かですわ。これが我々の目をくらますために書かれた、巧妙な偽手紙でない限りはね。いずれにせよ、指輪なんて何の証拠にもなりません。ご主人の指から抜き取ったものかもしれないし。いいえ、そんなことはありません。これは間違いなく主人の書いたものです。そうかもしれません。しかし、月曜日に書かれたものが今日になって投函されたとも考えられます。それはあるかもしれませんがね。だとしたら、その間にいろいろなことがあったのかもしれません。まあ、ホームズさん、そんなに私をがっかりさせないでください。私は主人の無事を信じております。私たち二人、お互いに強く心が通い合いますので、主人の身に何かありましたら、私にはすぐにわかりますの。いなくなったあの日の朝も、主人は寝室で怪我をしたのですが、その時私は、開花の食堂にいたにもかかわらず、何かあったと感じて、すぐ2階へ駆け上がったくらいなのです。
そんな些細なことでもすぐ感じ取るくらいですから、主人が死んだりすれば、きっと何か感じるはずですわ。僕は様々な体験をしてきましたから、女性の勘の方が、推理家の論理的結論より、役に立つ場合があることくらいは知っています。それに、この手紙には、確かに、あなたの考えを裏付ける強力な証拠となるものがあります。ただ、もし仮に、ご主人が生きておられて、手紙まで書けるくらいなら、なぜあなたのところへ帰ってらっしゃらないのでしょうか。わかりません。全く不思議ですわ。月曜日に出かけるときは、特に何もおっしゃらなかったんですね。ええ。そしてあなたはスワンダムレインで、ご主人の顔を見かけてびっくりした。ええ、本当にびっくりしましたわ。窓は開いていましたか？はい。では、ご主人があなたに声をかけようと思えば、できたはずですね。おそらく。それなのに、ご主人は意味不明の叫び声を上げただけだそうですが。ええ。助けを求める声とあなたは考えたのですね。はい。手を振っていましたから。しかし、驚きの声だったのかもしれませんね。思いがけずあなたの姿を見てびっくりして、思わず手を振り上げたのかも。ありえますわね。その後、ご主人は誰かに後ろから引き戻されたように見えたのですね。いきなり姿を消したものですから。自分で後ろへ飛び降りたのかもしれませんよ。部屋の中には他の人間の姿は見えなかったんでしょ？ええ。でもあの気味の悪い小敷はあの部屋にいたと自供していますし、インド人の方も階段の上り口にいました。そうでしたね。それであなたがご覧になった限りでは、ご主人はいつもと同じ服装をしていたのですね。でも、カラーとネクタイをつけていませんでした。喉がむき出しになっているのが、はっきり見えましたから。今までにご主人がスワンダムレインの名を口に出されたことがありますか？いいえ、一度も。アヘンをうやりになっているような様子はありませんでしたか？全くありません。ありがとうございました、奥さん。今お聞きした点は、どうしてもはっきりさせきたかったのです。では、夜食を少しご馳走になって休むことにしましょう。明日はかなり忙しい日になりそうですので。私たちに用意された部屋は広くて居心地が良く、ベッドも2つあった。私はその晩の冒険で疲れていたため、すぐにシーツの間に潜り込んだ。しかしホームズは違った。彼は未解決の問題が頭から離れないと、何日でも、いや時には1週間でも、その問題に思いを巡らせ、事実を整理し直したり、あらゆる角度から検討したりする。そしてついに真相を突き止めるか、あるいは材料不足だという結論に達するまで、決して諦めないのだ。この夜もホームズが徹夜の覚悟をしている私にはすぐに分かった。彼は上着と直旗を脱ぎ、ゆったりとした青のドレッシングガウンに着替えると、部屋中をぐらぐら歩き回って、ベッドからは枕を、ソファーと肘掛け椅子からはクッションをかき集めてきた。そして枕とクッションで東洋風の長椅子のようなものをこしらえ、その上にあぐらをかいて、膝の前に1オンスのシャグタバコとマッチ箱とを置いた。この暗いランプの光の中で愛用のプライヤーのパイプを口に加え、じっと身動きもせずに、天井の一角をぼんやりと見つめ、わしのような鋭い顔に光を受けながら、視線を浮遊らせる姿が見えた。私がいつしか眠り込んでしまう直前にも、ホームズはそうやって座っていたし、翌朝、彼のいきなりの叫び声にびっくりして目を覚ました時も、やはり同じ姿勢で座ってパイプを加えていた。部屋には夏の朝日が差し込んでいる。部屋の中にはタバコの濃い煙がもうもうと立ち込め、
前の晩見たシャグタバコの山は、すでに跡形もなくなっていた。目が覚めたがいいわ、どうする。ああ。朝食前に馬車で一っ走りする元気はあるかい？もちろん。じゃあ服を着たまえ。まだ誰も起きていないようだが、毎晩の寝ている場所は知っているから、すぐに馬車を出されるさ。ホームズは目をキラキラ輝かせ、くすくす笑いながら言った。前の晩に陰気な感じでじっと考え込んでいた彼とは、まるで別人のようだ。私は服を着ながら時計に目をやった。誰も起きていないのも当然、まだ4時25分なのである。私の身支度が済むか済まないかのうちに、ホームズはもう戻ってきて、今馬屋番が馬をつけているところだと告げた。僕は自分のちょっとした理論が正しいかどうか試してみたいんだ。彼は深靴を履きながら言った。ワトソン、今君の目の前にいるのはヨーロッパ一の大馬鹿者だ。ここからチャリングクロスまで行き飛ばされたって僕には文句言えない。でもね、ようやく解決への鍵をつかんだんだ。その鍵はどこにあるんだい？私は微笑みながら言った。浴室さ、とホームズは答えたが、私の疑わしそうな表情を見て言葉を続けた。いや、冗談を言っているわけじゃないよ。さっき浴室へ行って取ってきたところだ。このグラッドストーンカバーの中に入れてある。さあ、出かけて行って、これが鍵穴に合うかどうか見てみようじゃないか。私たちは足音を忍ばせて階段を降り、朝日の降り注ぐ郊外へ出た。道路にはすでに馬車が用意されていて、まだちゃんと身支度できていない馬屋番が馬の鼻を押さえていた。私たちは馬車に飛び乗り、ロンドン街道を勢いよく走り出した。途中でロンドンへ運ぶ野菜類を積んだ農家の荷馬車が2、3台いたが、街道の両側に立ち並ぶ家々は、夢の中の街のように活気がなく、静まり返っていた。ある意味では確かに奇妙な事件だったよ。ホームズは馬に軽く鞭をくれながら言った。正直言って僕はもぐら同然に目が見えない状態だった。しかし知るのが遅くなったとはいえ、何もわからないよりはマシだろう。ロンドン市内に入って、テムズ川のサリー州側の街並みを駆け抜ける頃には、早起きの人たちが家々の窓から眠そうな顔を覗かせ始めていた。ウォータールー橋を通り抜けて川を渡り、ウェリントン街を一気に飛ばして右へくるりと曲がると、ボウガイだった。ホームズはここの警察署でもよく顔を知られていて、私たちが着くと入り口の二人の警官がすぐに敬礼した。一人が馬の鼻を押さえている間に、もう一人が私たちを中へ案内してくれた。当直は誰ですか？ホームズが尋ねた。ブラッドストリート警部です。ちょうどその時、背の高いがっしりした体格の警部が、ひさしのある帽子をかぶり、飾り紐ボタンのついた上着を着て、石畳の廊下をやっていた。いやー、ブラッドストリート君、おはよう。ちょっと話をしたいんですよね。いいですも、ホームズさん。私の部屋へどうぞ。通されたのは事務室風の小さな部屋で、テーブルの上には大きな帳簿が載っていた。壁には電話機が取り付けてある。警部は自分の机に向かって座った。どんなご用件ですか、ホームズさん。リーのネビル・セントクレア氏失踪事件に関与した嫌疑を受けている男のことで伺ったんです。ああ、あの男でしたら取り調べのために再拘留されましたよ。そう聞きました。ここにいるんですね。留置場に入れてあります。おとなしくしていますか？ええ、世話を焼かせない男でしたね。それにしても汚らしいやつですな。汚らしい。ええ。なんとか手だけは表しましたが、顔なんてまるで
イカケアみたいに真っ黒なんです。刑が確定したら規則に従って風呂に入らざるを得なくなるでしょうがね。まあ、実際に一目ご覧になれば私の言うことも最もだと思われますよ。ぜひ会ってみたいものですね。ああ、それはお安いご用です。どうぞこちらへ。カバンはここに置いておかれた方がいいでしょう。いや、これは持っていきましょう。そうですか。では、こちらへ。警部は私たちを案内して廊下を進んでいった。勘抜きのついた扉を開け、螺旋階段を降りると、両側にずらりと扉の並んだ白壁の通路に出た。右側の3番目がそうです。ここですよ。警部は扉の上部についている小窓を開けて中を覗いた。眠っています。よく見えますよ。私たちは格子窓に近づいて覗き込んだ。囚人は顔をこちらに向けて横になり、ゆっくりと重苦しく息をしながらぐっすりと眠っていた。中肉中背の男で、ボロボロの上着の裂け目からは色物のシャツが覗いているという古事記商売にふさわしい身なりだ。警部の言った通りひどく汚くて、顔には厚く赤がこびりついていたが、その赤もゾッとするほど醜悪な形相を隠すことはできなかった。目から顎にかけて傷跡が太い耳ずばりになって走り、その引きつりのせいで上唇の片方がめくれ上がり、そこから歯が3本、今にも噛みつきそうに覗いている。真っ赤な毛はボサボサで、額から目にかけて垂れ下がっていた。どうです?男前じゃないですか?警部が言った。確かに洗ってやる必要がありますね。こんなことではないかと思って勝手ながら道具を持ってきましたよ。ホームズがそう言いながら、グラッドストーンカバンを開けると驚いたことに入浴用の特大スポンジが出てきた。あなたも物好きなお人だ。警部はクスクス笑った。すみませんが、この扉をできるだけそっと開けてくれませんか。もっと品のある顔にしてやりましょう。いいですとも。こんなに汚い男がいたんじゃ、放置所としても恥ずかしい限りですからね。警部が錠前に鍵を差し込んで扉をそっと開けたので、私たちはできるだけ音を立てずに中へ入った。男はちょっと寝返りを打ったが、またすぐ元の深い眠りに落ちていった。ホームズは水差しに身をかがめ、スポンジに水を含ませると、囚人の顔を縦と横に2度ゴシゴシこすった。諸君、ホームズは大声で言った。ケント州リーのネビル・セントクリア氏をご紹介いたします。あんな光景を見たのは初めてだった。男の顔はスポンジでこすられると、木の皮がむけるように剥げ落ちてしまった。薄汚い褐色の肌も、顔を斜めに走っていた恐ろしい傷跡も、気味悪く嘲笑うように見えたねじれた唇も、皆消えてしまったのだ。ぐいっと引っ張ると、ボサボサの真っ赤な髪の毛も抜け落ちてしまった。ベッドの上に起き上がったのは、黒髪に滑らかな肌をした男だった。青白く悲しげで、品の良さそうな顔つきをした男は、眠そうに目をこすりながら、キョロキョロと辺りを見回した。それから突然、正体がバレたことに気づいて叫び声を上げ、枕に突っ伏した。こいつは驚いた。と警部。行方不明の男じゃないか。写真で見た通りだ。囚人はもうやけくそだとでも言うような、ふてくされた態度になった。おお、そうですか。じゃあ、何の罪で僕は捕まっているんですかね。ネビル・セントクリア氏殺しの、いや待てよ。それは無理だな。自殺未遂罪なんてものがあれば別だが、
警部は苦笑した。27年間警察に勤めてきたら、こんな事件は初めてだ。僕がネビル・セントクレア本人いたとしたら、犯罪なんて全くなかったわけだから、不当に拘留されていることになる。確かに犯罪にはならない。だが、あんたが非常に大きな過ちを犯したことは確かだ。奥さんはもっと信頼すべきだった。とホームズが言った。いや、問題は妻ではなく、子供たちだったんです。囚人はうめくように言った。何としても、父親のことで恥ずかしい思いをさせたくなかった。でももうダメだ。何という恥さらしだ。一体僕はどうしたらいいんでしょう。ホームズはベッドの上に彼と並んで腰を下ろし、優しく肩を叩いた。この事件の決着を法廷でつけるとなれば、あなたのことが世間の評判になるのは避けられないでしょう。しかしあなたが警察に事情をよく説明して、法律に触れるようなことは何もしていないことを納得させることができれば、新聞に報道されるようなことはないと思いますよ。ここで一切を打ち明けてください。そうしたら、ブラッドストリート警部が供述書を制作して、しかるべき筋へ提出してくれるはずです。事件が法廷に回されることはないでしょう。ありがとうございます。囚人は感激して叫んだ。僕の浅ましい秘密が暴かれて、子供たちが巻き添えになるくらいなら、いっそ刑務所へぶち込まれた方が、いや、死刑になった方がマシです。まず僕の身の上からお話ししましょう。こういうのは初めてのことですが。父がチェスターフィールドで学校の教師をしていましたので、僕はそこで立派な教育を受けました。若い頃はあちこち旅をして、舞台役者をしたこともあるのですが、結局、ロンドンの夕刊新聞の記者に落ち着きました。ある日、編集長がロンドンの古事記について連載記事を載せたいと言い出したので、僕は自分がその記事を書こうと申し出ました。今度の一件の発端だったんです。記事の材料を手に入れるには、自分で古事記をやってみるのが一番だと思いつきました。僕は役者をやっていた時にメイキャップの靴を会得していましたので、楽屋でもなかなかうまいと評判だったくらいです。そこで、早速その腕を役立てることにしました。顔に動乱を塗り、できるだけアーレっぽく見せるために、大きな傷跡をこしらえ、肉色の絆創膏を使って、唇の端をめくり上げました。頭には赤毛のカツラをかぶり、古事記にふさわしいボロ服を着て出来上がりです。その姿でシティでも一番賑やかな場所に陣取り、表向きはマッチ売りをしながら、古事記商売を始めました。7時間ほど商売に精を出して夕方家に帰ってみますと、驚いたことに、26シリング4ペンスもの稼ぎがありました。それで記事を書き上げてしまうと、それっきり忘れかけていました。ところがしばらくして、友人のために手形の裏書きをしたため、25ポンドの支払い命令を受けてしまいました。どこで金を工面しようかと途方に暮れていたとき、ふとある考えが頭に浮かびました。債権者に2週間の猶予を頼み、会社からは休暇をもらって、その間演奏してシティで古事記をやったのです。必要な金額は10日間で作ることができ、借金をきれいに返しました。さて、お分かりいただけると思いますが、僕は週2ポンドの給料を稼ぐために、あくせく働くのが嫌になってしまいました。顔にちょっと動乱を塗って地べたに帽子を置き、じっと座っているだけで、そのくらいの金は一日で楽に稼げるのです。誇りを取るか、金を取るか。そのことで随分と悩みましたが、結局は金が勝利を収めました。僕は新聞記者の職を捨て、来る日も来る日も最初に選んだ場所に座り、醜い顔で道行く人の同情を引いては、
廊下でポケットを膨らませていたのです。この秘密を知っている者はただ一人、スワンダム・レインのアーヘンクツの主だけでした。僕はあそこを根城にして、毎朝汚らしい古事記の格好をして出かけ、夜になるときちんとした身なりの都会紳士に戻ったのです。インド人の主には部屋代をたっぷり払っていましたから、あの男の口から秘密が漏れる心配はありませんでした。いざやってみると金が瞬く間に溜まっていきました。年700ポンドといえば、ロンドンの古事記の誰もが稼げる額ではありませんでしたが、僕の平均年収はそれよりももっと上だったのです。メイキャップが得意だったし、通行人と気の利いた会話のやりとりができたのからでしょう。この能力は慣れるに従って、ますます磨きがかかり、気がつくと僕はシティの名物男になっていました。おかげで一日中、銀貨混じりの廊下の雨が僕に降り注ぎ、よほどついていない日でもない限り、一日の限りが2ポンドを下回ることはありませんでした。金が貯まるにつれ、野心も膨れていきます。僕は田舎に家を買い、ついには結婚までしましたが、本当の職業は何なのかなどと、怪しむ者は一人もいませんでした。家内でさえ、僕がシティで商売をしていることは知っていましたが、何の仕事かということまでは知りませんでした。ところが、この前の月曜日のことです。一日の仕事を終えて、例のアヘンクツの3階の部屋で、着替えをしていたとき、ふと窓から外を見ますと、妻が通りに立って、じっとこちらを見上げているではありませんか。僕はびっくりして、一瞬、心臓が凍る思いでした。思わず叫び声を上げてしまったので、両手を上げて顔を隠しました。それから例のインド人のところへ飛んで行き、誰が来ても上には上げないでくれと頼みました。階下から妻の声が聞こえてきましたが、上がってこれるはずはありません。僕は素早く服を脱ぎ捨て、古事記のボロ服を引っ掛けて、顔に動乱を練り、カツラをかぶりました。その変装は、妻ですら見破ることのできない完璧なものです。しかし、その時ふっと思ったんです。家宅捜索をされたら、脱いだ服から正体がバレてしまうのではないかと。僕は慌てて裏窓を開けましたが、慌てていたので、朝寝室で切った指の傷口が開いてしまいました。脱いだ上着のポケットには、稼いだ金を持ち歩く革袋から、移し替えたばかりの銅貨がずっしりと入っています。そのまま窓から放り投げると、たちまち川底へ沈んでしまいました。他の衣類も同じように投げ捨てようとしたところへ、警官がどやどや駆け上がってきたのでした。数分後には逮捕されましたが、正直言ってむしろほっとしました。ネビル・セントクレアであることを暴かれる代わりに、セントクレア殺しの容疑者として捕まったのですから。もうこれ以上お話しすることはないようです。できるだけ変装を続けようと思いましたので、顔の汚れは取りたくありませんでした。ただ、妻がひどく心配しているに違いないと思いましたので、大丈夫だという意味のことを走り書きし、指輪を抜いて、封筒に一緒に入れました。警官が目を離した隙に、こっそりインド人に渡して妻の元へ送ってもらったのです。その手紙は昨日になってやっと奥さんのところに届いたんですよ。何ですって？じゃあこの一週間妻はさぞ心配したでしょう。警察はあのインド人をずっと監視していましたからな。と警部が言った。誰にも気づかれずに手紙を投函するのはかなり難しかったはずです。おそらく店の常連の水夫にでも頼んだんでしょうがね。その水夫が何日も忘れて放っておいたんですよ。そうでしょうね。ホームズはうなずいた。きっとそうに違いない。それにしてもセントクレアさん、今までに古事記をしていて処罰されたことはないのですか？何度もありますよ。でも罰金なんてたかが知れていますからね。だが
今度こそきっぱりやめるんだぞ、と警部。今度の事件のことで、警察に口をつぐんでいてもらいたかったら、二度とヒュー・ブーンなんて男が現れちゃならない。絶対にしたいと誓います。それなら、これ以上追及されることはないだろう。だが、もしまたこんなことをすれば、その時はすべてを公表することになる。ホームさん、この事件が解決したのは、ひとえにあなたのおかげです。一体どうやって真相をつかまれたのか知りたいところですな。五つの枕の上に座り、一オンスの着タバコを煙にしてですよ。さあ、ワトソン、これからベーカー街まで馬車で一っ走りすれば、朝食に間に合うぞ。